チームメイトのおかげだと思っているので感謝でいっぱいです。ファンの皆様にお願いします。今シーズンも最後までたくさんの応援ありがとうございました。草光はこれからも成長できるように一人一人が頑張っていきますので応援よろしくお願いします。本当にチームメイトに支えられてこのような賞をいただけて、自分はまだまだこのような賞にやったプレイヤーではないと思っているので、これは負けにさらに頑張っていこうと思います。では応援していただけるファンの皆様にお願いします。長いシーズン応援ありがとうございました。最後悔しい結果に終わりましたが、まだまだ成長していけると思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ベストメイト賞受賞されたこのような賞をいただけたのは、日立リバーレのブロックとレシーブ、チームワークがあってこそ、この賞をもらえたと思います。いつも強いスパイクを打ってくれるチームのスタッフや、いつも楽しい応援をしてくれている応援団の皆様にいつも感謝しています。今日は終わってしまいましたが、また大好きな仲間と一から頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に最優秀新人賞を紹介されたマテンシャルの賞をいただいて、今の気持ちを聞いてください。そう、とても嬉しいですし、これまで支えてくださった方々に感謝したいと思います。最後に会社の応援してくれる皆さんに一言お願いします。来年はもっといい結果が出せるように頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。受賞された皆さん、本当におめでとうございました。以上で終了といたします。ありがとうございました。それでは受賞された皆様に今一度大きな拍手をお送りください。